すぎるぜ。どうもどうも、こんばんはです。今日は日曜日、いかがお過ごしかしら。お疲れんねん。すごい、今日も京都で不安定な場所に置いて配信してるから怖い。今にも倒れそう。ゆずきちさん星10個ありがとう。つなさんめっちゃ可愛い、ありがとう。いいいい、今日の服可愛い、だって嬉しい。また今日の写真とかお見せします、送ったりします。今日はいっぱい写真を撮った。コーラさん星10個ありがとう。星10個トラさん、推ししかがたん、掛け軸2つありがとう。ヨシトさんもなんだ、ハートありがとう。あ、そう、半袖よ今日は。でも今日の気温ってさ、めっちゃ良かった。雨が降ったり止んだり不安定だったんだけど、なんかもともとさ、今日って結構ずっと雨みたいな、雨 90% みたいな感じだったのに、思ったより降ってない時とかもあって、で暑くなく寒くなく過ごしやすい気温でありましたね。翔一さん俺の嫁ありがとう。そう、今日はいっぱい歩いた。明日めっちゃ暑くなるん。38度なん明日。待って、38度ってどういうこと。38度って私の知ってる38度で合ってる。山井さん守りたいこの笑顔ありがとう。ビルマさんにゃ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 ありがとう。みくんめちゃかわいいありがとう。体温以上ってこと。真夏やん。ようちゃんさんトランペットありがとう。今日いっぱい歩いたって思って、なんかさ、スマホにさ、歩数がさ測られるやつあるじゃん。それ今見たら1万9542歩だって。
これはあと500歩あと500歩歩きたいな。ちょっと配信終わったら足踏みしようかな。500歩。でも配信終わったらもうあれやん、もう今日じゃなくなるやん。まあそんな感じで、まあそんな感じでね、今日はいっぱい歩いたんですけど、で明日38度か、暑いね。暑いな。え、明日はそうフェスに出演させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。熱々の日に熱々のライブをできたらいいなと思います。楽しみ。なんか始まりが20時35分からで、なかなか20時半からのライブってさ、なかなかないぞって思って、あと300、330、あと330か。楽しみ。月曜の夜ですが、ぜひ来てくださると嬉しいです。あさってもフェス対バン出演させていただきます。嬉しいね。2日連続あさっては19時からか。楽しみ楽しみ。あ、もうちょっと手が疲れてきた。なかなか楽じゃないね。2万歩歩くって楽じゃないな。あれ？あ、ありがとう。あと222歩。もう画面外でやっとる。ちょっとなんか音が聞こえるからだけど、あんま気にしないで、あんま気にしないでいただきたいですね。日曜日今日はヤンさんとお出かけしてた。もう疲れちゃった。手が疲れちゃった。私の待ち受けは銀河系です。トン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 。まだ変えてなかったの？銀河系、いや、なんか変えた時もあった。変えたりもしてたけど、なんか水星とかに水星に、違う、水星はしてないな。天王星、天王星、
なんかあれね、たまに気づいたら変わってるんだよね。気づいたら変わってることがあって、あーってなんか、びっくりする。銀河系かと思って開いたら急に水色の丸い球体になってて、画面長押ししたら切り替えられるんだとか、自ら地球にしてる時期とかもあって、でも一周回って銀河系に戻ってきた。来い。更新されてない。あれ、更新されてない。あれ、なんかおかしい。今の振りが、あ、更新された。あと71歩ですね。頑張れ頑張れ。不正がバレたかと思ったけどバレてなかった。感動のゴールまで。タタ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 。みんなありがとう、ありがとう、ありがとうございます皆さん集まってくださってありがとうございます。あとちょっとお、武道館が見えてきました。どうでしょうか、時間内にゴールできるでしょうか。今懸命に向かっています。ちょっとこうで更新おまと、まだちょっとね時間がおかな増えんのよ。時間内に間に合ったかな。緊張の瞬間です。増えてない、あれあれおかしいぞ、あれなかなかたどり着かん、武道館にたどり着かない、武道館になかなかたどり着かない。どうして、え、待って、本当にちょっと増えないんだけど、どういうこと。おっ、あー、歩数2000じゃない2072歩でした。たどり着いた、よかった、皆さんの応援のおかげです。ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございます、本当に、うん、ちょっと目薬取ってこようかな目薬ちょっと取ってこようかな。ちょっとね、ちょっとどうなることかと思う時とかも本当にあって、本当にあって、私自身を諦めてしまいそうになった時もいっぱいあったんですけど
ったんですけど、やっぱり諦めそうになった時とかに頑張れって皆さんのその声援だったり一緒になんかこう走ってくださったり、仲間たちもね応援に来てくれたりしてやっとゴールすることができました。ありがとうございます。今日はよく眠れそうです。すやすやと眠れそうです。いっぱい歩いたからね。すんげき終わり。19,500歩も歩いたからねって、いや2万歩スクショしとこ。2万歩歩きました。スクショと。SNS に載せましょう。載せようかな。インスタのストーリー、ストーリー、ストーリー、ストーリーね。今日何にも載せれてなかった。そろそろ第3個目の投稿もしないといけない。明日はストーリーも載せる。ストーリーなんか、ストーリーなんかわからんのよ。ストーリー、ストーリー、ストーリーですね。そう、コスプレとかアニメ関連趣味に特化したものを上げていこうと思うんですけど、もうコスプレをさ、広島のお家に戻らないとできない、撮れないので、ちょっとあれかも。ちょっと見たことあるぞって画像が上がるかもしれん。過去のでも OK。 過去のを上げていくかもしれん。でもさ、ちょっとコスプレってさ、どこからがコスプレなのか、どの、どういう線引きにするのかってちょっと難しいよねって思う。多分ちょっと待って、画面の価格がなんか倒れそう。難しくない？もうアニメのキャラクターのものをコスプレというのか、普通になんていうの、服、なんかの服とか着るものもコスプレというのか、オリジナルのものもコスプレというのか、なかなか難しい。どうしようかな。アニメの、アニメ関連って言ってるから、アニメのコスプレだけにしようかな。そこら辺はちょっと
決めていかないといけないですねと思います。でもオリジナルのでもさ、なんかなんて言うんだろう、すごい、危ないよ、危ないですよ、ちょっと不安定だよ、不安定ですね。失礼いたしました。ちょっと失礼いたしました。あせ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 、もう怖くなっちゃった。もう私は画面に触らずに行こうと思います。今緊張感が漂ってる。髪の毛茶色、照明じゃない？光具合じゃないですかね。今緊張の一瞬、何の話をしてたか。昨日はね、お話し会ありがとうございました。幕張メッセでお話し会でした。楽しかった。アルバムのお話し会、初のお話し会ということで、これまでとはね、いろいろ違うところとかもあって、お話しするときは私も皆さんも座ってお話しできて、それが新鮮でめっちゃなんか良かった。ちょっとね、なんかカフェで一緒にメニュー頼んで待ってるみたいな感じに錯覚に陥りました。リラックスモードだったかも。あ、ようこそみたいな私のお家にようこそみたいな感じでした。で、逆にツーショットは立ちだった、お互い。嬉しかった。昨日さ、誕生日おめでとうとアルバムの16人選抜復帰おめでとうってダブルでお祝いしていただけることが、くださる方が多くて嬉しかったです。そう、生誕セレモニーもね、ありがとうございました。ありがとうなんかゆらちゃんとりこちゃんがね、来てくれたんだよねすごい二人が後ろでね
もう見守っててくれてました。すごい楽しそうな声とともに。壇上読もうかな。58分だね。壇上読ませていただきます。13位キクちゃん、12位ちくわドーナツさん、11位ツナさん、10位みーくん、9位よしとさん、8位やまいさん、7位ゆずきちさん、6位コーラさん、5位かずささん、4位しょういちさん、3位ビルマさん、2位ようちゃんさん、そして1位トラさんです。ありがとうございました。パチ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 。そして明日吉の方は、吉の方はのりヘクスさんです。おめでとうございます。それじゃあ月曜日が始まりますね。月曜日が始まりますが、皆さんゆっくり休んで、自分のペースで日々楽しく過ごしてください。明日フェス楽しみ。今からちょっと確認しよう。それではでは、おやすみなさいませ。バーのし。